来るんじゃないこれ新しい友達えーそうなんだすごいななんでそんな不可解な可愛すぎる毎回もう声優さんで覚えてるわ <laughs> いいねいいねあららぎくしていいねはいどうもアニメラクターン在前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのは忍物語第9話 見はーいというわけで始まりました「物語シリーズオフバンドモンスターシーズン」ということでさあさあさあ今回から最終章に入っていくということでまあ前回までは「技物語」まあ先週お休みだったんだけど先々週「技物語」をやりましてさあ忍がキスショットえ違う逆だわあのアセロラ姫がキスショットアセロラオリオンハートンダブレードになるそんなお話が展開されてああそういう経緯があったんだっていうのがね「あースーサイドマスター」のこのコピーみたいなところから始まってるんだみたいなことが知れ わけなんだけどそんな数歳のマスターがさあ忍に会いにやってくるキスショットに会いにやってくるぞっていうことでさあどうなってしまうのかですよもうあららぎくんの前に新たな幼女が <laughs> あららぎくんの前に新たな幼女が出てきていいのかどうなのかっていうところはあるわけなんですけれどもま忍マスタードっていうことなのでねまあマスターといろいろとなんか渋いみたいなところとかいろいろ渋い辛いとかいろいろかかってんのかねはいというわけで今回も楽しんでやっていきましょうそれでは見ていきましょうよーい スタートさて001さあ今回から視点が荒木君っぽいんだけどお誰ん羽川じゃないよねはりえっええうん。 うん。バスケ。ああ。カンバルは所属してないよねもう。ああ。それ確かに最悪だね。強くないのに。うわうわうわ、やり直したい。 あハリマザキえね。ああ、やめたいと助けて。わお、回来るんじゃないこれ。 この道。来た。マスター。ターうん。ちょっと。わお。 ちょっとし,したたらずな感じがあるね、なんか。ちっちゃくなったからかわかんないけど。わお、忍マスタード。さあ、喜んでるぞ、K は。あら、めっちゃ食べてる。さあ、かわいい忍を見て。でも、あんまり食事してないっぽいよね、この感じだと。ガエンさんなんでも知ってるお姉さん。誰 あ、座れたっけ学生ワルさん生きてるはえー、脈動いてるワオ はりまず消え吸われてるこのいかしたさあやばうーんねえ失敗したかおん えー、そうなんだうん、はあ、髪伸びたねでもうん鼻ほど時間が経ってないうんああそう これでも、ヨズルさん出動案件じゃないの移動。配信えまだいるのと <laughs> ころどころ映る忍が可愛いいなぁ。4502。本の炙り。うん。 うんまだ見つかってないかもうんそれはないんじゃないそうだな直江津高校が狙われてる。 はははは。<laughs> うん。はいはいはい。まあ、きゅ、吸血鬼となったら。あ、マジかぐねさん大怪獣。うん。ああ。うん。あら。よつぎちゃん。 あ、そうなのすご、すごい楽しんでるけど。エンジョイしてるけど。あー内緒の仕事を。あ、なでこちゃんの剣かなあ。あ、まじそうなるね。はい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 。ここさえ乗り切ればって感じか。 うん。お。なんだろう。増えた。なんで南越高校の女子が狙われるんだろう。 ど,こんどういう隠されてるしまわれた感じ偶然ばったりって感じじゃないよねなんか意図的に目につかないとこで吸ってるどうなんでしょうわあ<ー>また1年生あ動いてるあ単語帳 あぶねえあぶねえあぶねえ心なしかあこれもう灰にしちゃう焼けないおお手柄口元 あーまた一年生。はいはい。なんか書いてある ?B77779。ビルトゥオーゾじゃあね、ディストピアビルトゥオーゾー書いては違う。 何かしら何ごううん、そこのたり羽川うんああたすごいな確かに KK えうんえ、うん、共通ってことはうん。 あー、うわ、でもむずくないそれ。心なしかやっぱり黒髪だからか、荒ららぎくんが女装した頃の、<laughs> <laughs> あれにもちょっと空めしちゃうよね。さあ、癖直せ、曲な、わかん暗号学教室。あ、そんなのがあるの暗号学。お、あ、下着戦場がはら違う。 え誰誰メニコ数学科所属。あ、新しい友達また女の子か <laughs>。うん。半分出てる。おしゃれ。あ、暗号なんか、プログラムとか、そういう系の文字列っぽい雰囲気。うん。 お ?231。夫23妻。わかんないか。ま、あそうだな。羽川は呼べないもんな。えあ、もう解けるのそうか、そうか。羽川が多分もう。 動けないから、メニコちゃんが動くのかこういう頭脳労働的な部分。うん。うん。はい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 。そうね。特徴。あー、まあ。まあ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 。 8? あ6と9かそうかそうかそういうペアか67797779あーその数字が はいはい。そうね。うん。2、3、5。ん ?7、あ、へえー、へえー、そうなんだ。すごいな。文系だから全くわからん。うん。 SDV うんうんで SDV になるとすごいな V ディストピア・ビルト・オーゾー・スーサイド・マスターってこと ?DVS ってことじゃないのうん。でも、231がね、あっ、そう読めってこれじゃないのんわかんない。え、違うわ。SDV。 231V、1> 23 1ぶいや、そうそうそう,そう、あっ、やっぱりそうだ。なんでそんな不可解な暗号を残したんだ、でも。うん、だね。あっ、デスト、デストピアなんだ、ディストピアじゃないんだ。じゃあ、下足らずだったわけじゃねえわ。<laughs> あーさあ,、うん、あバスケ部カンバルの。 うん、遠江さんがカンバルするが、うん。 はいはははいいい失っているうんあっ鼻の跡はいはいはい,、はい、失っているうんあ 掘ったて小屋昨日の未明ああ HKKK え HK, K HK, HK うん KK 어 아. H K K K H 음네어 うん。さて、かわいすぎるよ、毎回。アイキャッチが。うん。ねえ。そうだよね。それは感じる。マスター的には、 はっきり言いそうだけどね。ねえ。うーん。さて、あ、カンバル。僕の後輩。あらどちら様ああああ。 もう、声優さんで覚えてるわ。<laughs> ああ花の子だよね。あら、仲良し。沼地さんの情報教えてくれた子だっけあはは、<laughs> そうね。言われると逆に、あら。 笑いーなのねえルガーほーん <laughs> 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 ああ数学以外かって。 HS うんあらありがたくあっあははは何なになにあははは はい。あ、まあ、そうね。それはそうね。<laughs> そ、そんなそんな乗せていいの <laughs> 変態と名だかき。<laughs> <laughs> あはははははは変わってないよ。あははは。 うん。<laughs> わーお。現状ね。あら木ら変態 <laughs>。ああ、現状。 やばいマジあ、でも、きついって言ってたよね。強くないのに。うーん。あーどんどんどん。多分。向上心が勝っちゃってるんだ。うーん。 はい,はい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 。5名あと2人いるじゃんわーおわおあらあらあらこれ左静止論なんだろう変わってる え、エンディガ、あら。さあ、ガエンさん。ヨツギちゃんも絡んでくる、マヨイちゃんも絡んでくるのかなおー。かっこいい。忍ぶ。で、マスターだよねスーサルマスター。やっぱこの二人だなそうか、デストピアか。 いや、か、でも、この二人だよね。とりあえず、忍ぶを切るの待つかっこいいなカかた多たぶん、後ろの鎧武者はたぶん、四種類聖四郎だよね。 またそこら辺の、なんか思いみたいなものも絡んでくるのかなこの、ピン止めしてる人も気になるしね。メニコちゃんかなあれ。さあさあさあ、緩和ワキューダピースピース。オッケー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 。超楽しみになってきた。いいねいいね。あら,らぎくんしていいね。はい。というわけで見終わったわけなんですけれども。オッケーオッケーオッケー。いいですね。あら,らぎくんしていいね。やっぱり本編入った感があるな。 あー今まではちょっとスピンオフ感強かったけど、うん、改めて本編だなって感じがあって、いや、いいな、な、なんだろう、う物語シリーズってさ、このなんか事件に対してどう向かい合っていくとかっていうか、どう解決に導いていくのかっていう、この推理要素的なものも結構強かったりするけど、らぎくんパートになるとやっぱりそれがね、会議の情報がめちゃめちゃ出てきてる分、より一層強くなるよね。うん、だからすごい考えるのも楽しいなっていうところでもあるわけなんですけれども、まあ間違いなくね、スーサイドマスターの、 まあ、署名というかね、先生国的なものだと思うんだよね。私がやったぞっていうところだと思うんだけど、ちょっとでも本当に込み入りすぎてるよね。複雑すぎないっていうところ。うん。もうちょい単純でもいいんじゃないと思ったりもするけど、とはいえ、うーん、とはいえ、まあ、それはそれとしてっていうところだよね。うん、そこら辺も多分忍ぶと相談してっていう感じになると思うんだよね。デストピアビルトオーススーサイドマスター。うん。 カンバルの事件ともいろいろと深く絡んでいるっぽいし、まあ、スーサイドマスターがなんで直江津高校にこう、フォーカスを当ててるのか、まだわからないんだよね。うん。まあ、情報で、ね、どっかつてで得て、あ、直江津高校にいるらしいよっていう風になって、まあ、釣り出すために、らぎ区を釣り出すためにやってるのかなとも思うけど、 ねえ、どうなんでしょうね。卒業したことを知らずにうん。そんなものがあるのかって。多分学校制度とかもあんまり詳しくなさそうだからさ、スーサイドマスターって。うん。だからちょっかいかけてんのかなっていう風に思ったりするわけなんだけど、どうなんでしょうね。時系列的にはどうなってるんだ えっと、卒業してすぐ、花物語と、多分、撫で物語が行われてるんだよね、きっと。まあ、月物語もそうだけど。この三つが起きた後の時空が今、って感じなのかなうん。多分、改めて、カンバルの問題が解決して、で、またね、サルデが戻ってきて、ね、レイニーデビル戻ってきてっていう形で、改めて、こう、向かい合ってるって感じなんだとは思うんだけど、その後に事件が起きているっていうところか、オッケーオッケー。 オッケーでもかなり連帯感が残った直江津高校のこのバスケ部の中の話になっていくわけだねうんまあ卒業してもなお直江津高校のなんか厄介事を引き受けてしまうっていうところはやっぱりあら,らぎくんらしさではあるのかなって感じはあるんですけどそれがスーサイドマスターにどうつながっていくのかだよねあのストラップは気になるよね多分ガイサーはもう見えてるんだよなー改めてうん ことの状況は見えてるけど、どう動かしていくのかっていうのが、今多分測りあぐねてる状態だと思うから、とりあえずやっぱり声ミンの動きを見るしかないなっていう感じなんだろうね。 うん知ってはいるけど、それを行動につなげられないからさ、分かってるわけではないわけじゃん。言っちゃうと。知ってるわけ、ない東江さんと違って。東江さんは多分こっから解決まで導くほど理解が早いんだろうけど、多分、いずこさんの場合は、分かってるだけでどう動くべきか、どうね、駒を動かすべきかっていう感じだと思うからね。とりあえず、一番厄介になった時に対処できる大怪獣 <laughs>、大怪獣影のいよさんを呼んでるっぽいんだけど、うん まあまあまあ多分、羽川がね、別のところに行っちゃってるから、今、メニコちゃんが結構重要人物になってくるのかなって感じではあるわけなんですけど、メニコちゃんだっけうん。あの数学科の子が結構重要人物になっていくのかなって感じではあるわけなんですけど、うん。いやー、どうなんだろうな。ちょっとまだね、情報が足りないところはありますよね。うん。忍に会いに来てるわけだから、間違いなく忍を釣り出そうとしてると思うんだよ、これって。うん。で、 噂ならもう多分、忍は死んだみたいな扱いになってるんじゃないかなと思うんだよね。うん、伝説の吸血鬼がいなくなったっていう噂にはなってるだろうから、少なくとも伝承的にもね、昔キスショット、ね、キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードっていうものがいて、みたいな、そこで神をやっていて、みたいな、北白蛇神社のとこだったっけうん、そこら辺の伝承には繋がってると思うから、どうなんだろうね、迷いちゃんとかと接触しててもありえそうなところではあるんですけど、 うん、スーサイドマスターの動きっていうのは非常に気になるところではありますよね。うん、まあ、いただきますとかね、そこら辺も含めて、うん、割とこの街に馴染んでるではないけど、割かしいろいろとなんとなくこの街というかね、この荒々木くんの住んでいる日本については理解は示し始めてきてるから、 うん、結構定着はし始めてきてる感じなのかなわけがわかんないまま行動してるってわけじゃないよね。改めていろいろと理解した上で多分今のこの吸血騒動を起こしてるって感じだと思うから。あーやっぱりでも忍に聞きたいよね。ここら辺は。うん、デストピアビルトゥーオーソースーサイドマスター。ディストピアだと思ってたわ。うん、デストピアね。 はははははははっていう感じだなああーでもそこにカンバルが絡むのか、どうなんでしょうね。カンバルの会議対策、うーん。 やっぱりエンディングを見る限り、多分あの鎧虫は死子類聖士郎も絡んでくるのかな死子類聖士郎に会いに来てる感じだったりするのかなどうなんでしょうねうん、ちょっと、はっきりと結論が出ないところではありますので、そう、とりあえず次回見ていきましょう。荒ぎ変態頑張れ。そんな感じで次回も楽しんでやっていきましょう。アイキャッチの忍も超可愛かったしね。あー、やばい。謎の怪異事件めちゃめちゃワクワクしてきたので、さあ今回どうなっていくのか注目していこうと思います。エイジャーを物語第9話でした。バイバイ。